ちゃんです。今日はこちら、じゃじゃーん、納豆とアイスでトルコ風アイスが作れるということで、今回はいろんなアイスを買ってきたので検証していきたいと思います。納豆の容器でアイスクリームを混ぜるとトルコ風アイスになるみたいなんですよ。美味しくなさそう。今回はまあトルコ風アイスってあんまりクッキーとか入ってないから、クッキー&クリームで新しいトルコ風アイス作れるんじゃないかなとか、あとは高級なハーゲンダッツを使うとか、あとこのね、層ってさ、ちょっとシャキシャキ系、これもトルコ風アイスになるのかなっていう素朴な疑問。あと普通にキャラメルだから美味しい、そう、相性良さそう。あとはなんかこれはまあいっか、これはいっか。じゃあこの3個でやっていきたいと思います。美味しくなさそう。まずはエントリーナンバーワン、これだね。高級というだけだけどスタンダードだから、これでいってみましょう。納豆は使いません。容器に入れるだけでいいの？ごめんなさい、まずは普通にかき混ぜるそうでした。はい、かき混ぜます。おー、なるほどね。うわー、粘り気がすごい出てきた。こんな感じでちょっとベトってついてますね。危なー。これもアイスに入るとこだった。アイス1個入れるんだって。いきます。やだー。はー、いった、いきました。うわー、匂い結構きついけど大丈夫か。こんなちっちゃいアイスでも量が。ちょっとハーゲンダッツ一口もそのまま食べてません。うわー、そのまま食べたかったっていう。じゃあ混ぜていきます。匂いが納豆だよ。これ味も変わっちゃうじゃん。やっちゃった、ハーゲンダッツ。よし。こんなこと考える?普通。うわー、でも、なんか、まだ全然混ざりきってないけど、可能性が見えてくる。はい。とろみが、ほら、クラウドスライムみたいになってる。チーズみたい、なんか、チーズに見えてきた。ちょっと納豆の匂いが気になるけどね。納豆の匂いするもん。タッパーからかな、ちょっと離そう。うお、え、すごい、こういうこと。臭い、臭いんだけど納豆臭い。匂いは納豆臭いけどビヨンってしてる。確かに。うわー、すごいね。うわー、いきますか。匂いかなり納豆の匂いするけど納豆臭い。いただきます。ん、滑らか。口当たり滑らかになってる。なるほど。うん、味は美味しいんだけど、なんか納豆の匂いがしててやだ。味は美味しいし、すごく滑らかでっつ。でも時折香る納豆の匂い。臭い。臭いけどすごっ。こんなビヨンってするの、すごい。納豆臭い。味は分かんないんだよ。とにかく納豆の匂いがね、やっぱきついじゃん。後半嫌だな、なんか。ちょっと納豆の茶色いの見えるもん。とりあえず完食。口の中ちょっと粘ってする。では第2回戦。他の容器でもいいってことで、納豆臭いからこの容器で作ります。で、スプーン洗ってきたんですけど、かき混ぜるスプーンは別にしよう。スプーンから納豆の匂いしてたかもしれないから。納豆の匂いを封じ込めれば美味しくなるはず。で、次はこちら。ラクトアイス。さっきのアイスクリームで滑らかな感じだったけど、ラクトアイスでいきます。じゃあまずは、この中で混ぜる。あまり周りにつかないように気をつけて。いってらっしゃい。ねりねりタイム。僕普段納豆練らない派なんだよね。練らない方が美味しいって思っちゃう派。皆さんどうですか？よし、納豆はちなみに好きです。あー、結局これ糸ついちゃうわ。仕方ない、仕方ない。これはまあ糸は仕方ない。臭い。納豆の匂いのするものを遠くへ持っていこう。それではいきます。第2回戦こちらでいきます。こっちのが量も多いからどうなるかだね。材料的にアイス1個って書いてあったけど、どのぐらいの大きさかね。チョコチップもすごく美味しそうだし、スーパーカップって特に量多いもんね。たっぷり入ってるもん。混ぜまーす。うわ、粘り気が、見てー、粘り気。こんな感じ、すごいネバネバしてます。あ、マックフルーリーマックフルーリーも少し粘りっていうかね、あるもんね、伸びが。これはマックフルーリーだと思う。うん、匂い消せてる。匂い消せてるのはすごくいいこと。アイスも少し時間経ってるからとろみがね出ておりますね。ではいただきます。
見た目はこんな感じで、匂いもしないし、ココアクッキーとかも入ってるから余計かき消せてんのかな。うわーすごい伸びる。うん、やっぱ口当たり滑らかになる気がする。うん、ビヨーン。やっぱどうしても先入観が入ってるから、多分アイスの量も多いし、徹底的に匂いも対策したから滑らかになったスーパーカップって感じ。うおー、溶けてくるとすごい伸びる。ほらすごい伸び20丸。うん、食べ終わった後の口の中のネバネバ感、納豆みたいな感じになるのがちょっとあれだけど、まあ匂いないから美味しかったです。まあバニラアイスの方が合うかな。クッキー&クリームの、こんなトロトロのクッキー&クリーム、好みの問題。では最後こちらいきます。そうです、氷系です。あのさ、シャリシャリ系のアイスが伸びるっていうのはイメージが本当にできないからね、楽しみです。気になります。この匂い消しはさっき完璧だったから、層のねキャラメルっていうのも美味しそうだよね。美味しそうだよね。はい、ねりねりタイム。すごいね、この粘りでいけるなんて。それではこちらの納豆容器にキャラメルマキアートの層入れます。層はね、本当にちょっとシャーベット系なんだよ。これはもうザラッとしてる、ザラッと。もう伸びる要素ないよね、これ。うわー、やばい。OK。一回普通に食べてみるよ。ジャリッジャリッって言うはず。うん。パピコに近い感じ。では、混ぜ混ぜタイム。お!さすがに伸びなそうな感じしてる。やっぱちょっと違うね。さすがに無理か。おー、めっちゃ伸びる。あ!伸びる。え、これ伸びるで OK だな。うわ、いけるんだ。めっちゃ伸びる。だからさ、パピコでも同じだと思う。結果かなり伸びる。普通のアイスの時のとの違いはそんなない気がする。今までのアイスは滑らかになってたけど、どうなのか。シャリシャリとドゥルっていうのが。うん、ヌメヌメシャリシャリ感、新食感ヌメシャリ。このさっきから言ってた滑らかな感じっていうのはこのぬめりなんだと思う。シャーベット系とアイスクリームの中間みたいな感じかな。ちょっとまあ面白い食感。味がキャラメルマキアートだから、それとなんかこの伸びる感じはすごくマッチしてて美味しいです。新食感ぬめしゃりアイス、みんなも作ってみてね。今までのアイスたちと比べるとやっぱ濃厚さがないけど、意外と美味しいかも。検証結果、いろんなアイスでも伸びるようになるでした。トルコ風アイス好きな人とか、こんなアイストルコ風にしてみたいとかありましたら、ぜひやってみてください。バイバーイ。